はい、皆さんこんにちは、りなです。ついに、ついに、ついにです。リナエットチャレンジ残り11日になりました。やばいな。先日出した動画が結構好評で、そのやっぱり女性やから生理でそういうネガティブになったりとか、なんかいっぱい食べちゃって罪悪感持ったりとかっていうのは、まあみんなそうなると思うんですよ。で、その生理で爆発した食欲をそのまま止めれずにずっともう爆発してる状態っていうのは良くない。それをずっとしてるとやっぱり体重も増えていっちゃうから、オンオフをしっかり切り替えるのが大切やなって私は思ってます。なんか私は正直言って、そのオンとオフのメリハリがめちゃくちゃはっきりしてるタイプなんですよね。だから食べるときは食べるし、やるときはやるみたいな感じ。食事管理する中でたまに息抜きの日作ったりっていう、この波が結構必要かなと思ってます。頑張り続けるっていうのがあんまりなくて、やっぱりある程度人って息抜きも必要やから、気負わずにダイエットもしていったらいいんじゃないかなって思います。そう、それで今日は何の話がしたいかっていうと、そのオンとオフの切り替え方の話をしていきたいなと思ってます。で、私がいつもオンオフ切り替えるとき、だからだいたいオフモードで体重が増えちゃったっていうときは61キロとか、まあ60キロは確実に超えてくるんですよ。で、ダイエットモードっていうか、もう私の場合は結構減量に近しい感じなんですよ。 PFC バランスの計算したり、まず食事を抜くダイエットっていうのをまずしないんで、今回なんで16時間ダイエットしたかっていうと、どうしても撮影をしなきゃいけなくて、私撮影するときは絶対に60キロ台を切ってないといい体では取れないんですよ。それは自分の中で決めてることがあるので、短期間でどうしても体重を減らさなきゃいけなくて、あれをしたらまあ結果こうなって食欲爆発して、で今も生理の予定日から1週間ぐらい経ってるけど来てないんですよね。まあ結構珍しい。私生理が止まるっていうのはあんまりないから、ほんまに食べへんダイエットって改めて良くないなって感じました。で、今はその食欲が爆発してる状態で、徐々に私がいつもどんな感じで食事を戻していくのかっていうのをお話ししたいと思います。でね、まず一つ、3食絶対きっちり食べてください。で、3食食べたら太るんじゃなくて、逆に私は2食とか1日1食の方が太りやすい体になってると思います。そう、例えばさ、朝もお昼もあんまり食べなくて夜だけ食べれねんって言ってるけど太ってる人とか、私普段はお菓子全く食べへんねんっていう人でも太ってる人とかもいるじゃないですか。1日の中で1食しか取らへんし、その1食で吸収率がすごく高くなっちゃうの。だからより脂肪に蓄えられやすい。で、運動もしてなければさらにその脂肪が蓄積されていく状態なんですよ。だからその痩せやすい体っていうよりかは太りやすい体体質にだんだんなっていくわけなんですよ。で、それ私が69キロの時にそんな感じやったんですよ。もう好きなものを好きなだけ食べるだけ食べて運動はしない。そしたらまあ69キロまで行ってしまって、で、それから食事生活をまず改善するっていうのが一番重要です。だからオフモードから切り替えるときは、まずは食事生活からを改善していってます。いつもどんな感じでするかっていうと、その食べたいものを少しずつ減らしていく感じ。だから毎日パンを食べてるんやったら、パンを2日に1回だけにしてみるとか、そんな感じで少しずつ始めていきます。食事生活、食事改善をしていくとお通じが良くなるんです。これはマジでそう。今私食事改善して3日目ぐらいなんですけど、お通じがめちゃくちゃ良くなった。だから絶対に3食しっかり食べて、まずは腸内環境を整えてあげる。だからさ、1日1食2食だけでいきなり3食にしちゃうと体重がちょっと増えちゃうかもしれないけど、それは我慢してください。それは我慢して、で3食しっかり食べる中で運動もしっかりしてほしいなっていうのが正直なところの話。食事だけで痩せちゃうと、やっぱり食事を普通に食べる生活に戻した時に体重が増えちゃうから、それでリバウンドしちゃうんですよ。基本的に58キロはこの1年以上ずっとキープしてるんですけど、キープできてる理由としては、まず3食きっちり食べてるから。で、その生理の時は体重が増えて仕方ない、 1,2 キロ増えるのは仕方ないからっていうのもちゃんと自分の中で理解して、
その調整をするっていうのがすごい大切やなって思ってます。だからまずその食事改善から見直していって運動もしっかりすることで、私はもうね、やるって決めたらやるタイプなんで、今朝空腹有酸素運動1時間して、時間がある日はジムに行ってトレーニングして有酸素して、だから運動1日2回以上するようにしたりしてます。やっぱりその私今見せよう、はい、ほんまに私リアルにこんな感じです。でなんかたまに私の動画とか見てない人はなんか加工してるとか、なんかお腹引っ込ませたらそんなできるわとか言われるんですけど、いや私的にはめちゃくちゃ努力して作ってる体なんで、そういうこと言われるのめちゃくちゃ悲しくて、いつも加工してないんです。私加工したりするのめんどくさいタイプなんで、加工なしで載せてます。いつもほんまにこれ今の私のリアルな61キロの体型です。で、この体型を作るのにも正直3年以上かかってるんですよ。その61キロで引き締まって見えるのかって言ったら、一番は筋肉量なんですよ。筋肉量が一番大切。なんで私が61キロもあるかって言ったら、筋肉量が多いから。で、その筋肉って脂肪よりも重いんですよ。でも、脂肪よりも引き締まって見えるのが筋肉なんですよ。だから60キロでも引き締まって見えるっていうのが私の体型です。でもこれを作り上げるのには本当に時間がかかってます。正直やっぱりその食事だけで痩せた体型の方と、私みたいにずっと食事管理をして運動も定期的にしてっていう体型の方やったら、全然見た目が違うのかなっていうふうには思ってます。基本的に体脂肪はいつも 22% ぐらいです。で、減量しだすと 20% 切るって感じで 58 とかなんですけど、私もね思うんですよ、その58キロ以下をいけたらまた自分の体めちゃくちゃ変わるんやろなって思うねんけど、なかなかそこまでちょっといかれへん。もう58キロキープするのにほんま精一杯。私がやってんのってダイエットっていうよりかは、今はもうボディメイクとか、もうほぼ食事管理とかも減量みたいな感じではあるんで、自分でも何目指してるか分かんないんです。本当に健康的なダイエット、女性らしいボディラインを作るっていうのはほんまに食事と運動が必要なんです。だから食事管理できてるっていう人は絶対に運動をプラスでやってほしいです。筋肉つけるっていうのは怖いことじゃないから。なんか筋肉つけたらムキムキになるとかっていう考えはなくしてください。なくしてください。これは75キロあった私が皆さんに言えること。なんでかって言ったら、75キロの時の私は筋肉を大きくするための生活、食事管理を知って、筋肉を大きくするためのウエイトトレーニング、あとは基礎体力作りをしてたからそう言えます。今はその筋肉を大きくするためのトレーニングと食事管理じゃなくて、どうやったら女性らしい健康的なボディラインを作れるのかっていうトレーニングと食事管理の内容なんで、本当に私がやってることはぜひぜひ参考にしてもらいたいなと思います。今日めちゃくちゃ熱弁させてもらってるけど大丈夫かなまあそんな感じで、オンとオフの切り替えはめちゃくちゃ大事ですよっていう話で、落ち込むときは落ち込んだらいいねんけど、その落ち込んだままで行くのは良くない。それから私切り替えだけは昔からめちゃくちゃ早くて、まあ昔からね結構波乱万丈な人生過ごしてるんで、そのある程度自分の中でもこう波が本当に半端ないから、こう一番下が来た時からの切り替え方法っていうのが結構自分でも得意な方ではあるのそうで、やるって決めたらやらなあかんの。だから私は今1週間空腹有酸素するって決めたから、朝起きた瞬間に嫌やけどやる、嫌やけどやる、嫌やけどやるっていうのがほんまに重要。痩せるために一番重要なことって自分の気持ち、気合やから、ほんまにこれだけは言う。やからみんなもうやるって決めたならやってほしいです。そしたら絶対に変われるから。いやもうこの75キロからの6年間のもうほんまに七変化私はしてるわけなんですよ。だからみんなにも絶対できる、できへんことなんてないから、絶対にやったら綺麗になれるし、努力したら努力した分自分が綺麗になれるから、頑張っていきましょう。
悩む時も落ち込む時もネガティブになる時もあったっていい。人間誰だってそうやから。でもそっからの切り替えが一番重要ですっていうお話でした。なんかたまにね、摂食障害なんですっていうコメントとかもいただくんですけど、私はその摂食障害やから拒食症とか過食症になっちゃう方ってすんごい真面目で努力家な方やなって私は思うんですよ。人って何かしらやっぱりポジティブになったりネガティブになったり、なんかまあ自律神経とかさ、特に女性ってそういう問題とかでなんか悩んじゃったりすることもあると思うんですよ。そうやから人って何かしら持ってると思うんですよ。そういうのはね、みんな持ってると思う。気負わずにダイエットもしていったらいいんじゃないかなって思います。いつもね、動画撮るときはコンディションを整えたいんで、体重はなるべく60キロ以下にはしてるんですよ。でも珍しく今日は61キロの私からお届けさせていただきました。まあ、たまにはこういう時もあっていいかなと思って逆に開き直ってます。はい。でやっぱりその食事生活改善していって、体重がちょっと私の場合は停滞するんですけど、そっからバーって減ってくるので、まあ焦らずに、ダイエットは長期的に、ボディメイクも長期的に、とりあえず自分の生活の一部にさせたらもうこっちのもんです。私はやから運動しやんかったら逆にストレスがたまるから、もう運動はやっぱり常にしとかなあかんなっていう生活の一部にできてる。みんなもね、ストレス発散はトレーニング、運動するっていうのをしたらいいかなと思います。はい、ということで今日の動画は私がいつもしてるオンとオフの切り替え方のお話でした。じゃあね、残り11日間皆さんよろしくお願いします。ということで今日の動画は終わりたいと思います。今日も最後まで見てくださってありがとうございました。バイバーイ。